こんにちは。今日はケーキ作っていきたいと思います。なんか基本的にね、前買っクレープかな買って賞味期限がもう切れてるんですけど、まあ火通せば大丈夫っしょってことでやっていきます。ちなみに作り方わかんないんで勘です。まあ基本的に食べるのは俺なんで、まあね、卵基本卵は基本的に2日切れてるのかな。じゃあ卵投入、ボウルにね、まあ2つあるから2つ、はい、ドーン。じゃあ牛乳をね、賞味期限5月23日、もう切れてます。今日は5月28日、まあ大丈夫っしょ。牛乳って早いよな、どんぐらいかな。まあいいや、缶ストップっていけ、ストップ。砂糖わかんねえや、砂糖も飲む。まあ俺は前の方が好きだから、トゥ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 、ほんと一緒。なん、もうちょいいよね。どうどう、これいいっす。これいいや。はい、次薄力粉。薄力粉はでもこれないと固まんないでしょ。結構入れた方がいいんじゃないの？もういいっしょ。もういいな。はい。あとは、こうね、混ぜていくんですけど、まあ、ちょっと分量を見て、何が、てかこれでケーキってそもそもさ、何入れてんだ？わかんねえや。どうせダマなくなるまでやんだろう。なんか水分、わかんねえ。なんかぽくない？はい、入れまーす。お、ジャストサイズ。で、ちなみに生クリームはあるんで、これってラップすんの？ラップするよな、まあ、トースターで30分ぐらいやってきますわ。すいません、今レンジの、設定見たらオーブンってあったね。オーブンだわ多分。で、あとね、すごい見て、あれなんだっけ、これシリアル見つけたから言っちゃい、もう一回混ぜますわ。これで、いや絶対うまいと思う。もう一回さ、もっとやつ。うわぁ、最高じゃね、これ。これなんならこのまんまでいけそう。焼けたんですけど、ラップしたらラップが溶けたんで、上の部分だけ取りました。だからちょっと量減ってます。こんな感じ？はい、冷ましたんで、うわ、すっげーデブ。まあ一緒、いいんじゃない。はい、完成。せーの、ちょっとなんかさ、固まって固まってないよ。もう失敗だよこれ。もうまあちょっと食べますわ。また見てください。じゃあねー。